沸点。沸点、沸点とは、液体の飽和蒸気圧が外圧と等しくなる温度である。沸騰点、または沸騰温度とも言う。沸騰している液体の温度は、沸点にほぼ等しい。純物質の沸点は、一定の外圧の下では、その物質に固有の値となる。例えば外圧が1.00気圧の時の水の沸点は、 摂氏100.0度であり、酸素の沸点は摂氏183.0度である。外圧が変われば、同じ液体でも沸点は変わる。一般に、外圧が高くなると沸点は上がり、低くなると沸点は下がる。例えば外圧が2.00気圧になると、水の沸点は摂氏120.6度まで上昇し、外圧が0.64気圧になると、摂氏87.9度まで降下する。 大圧を指定しないで単に沸点というときには、1気圧すなわちの時の沸点を指して言うことが多い。1気圧の時の沸点であることを明示するときには、NBP、標準沸点、通常沸点という。また、1バールすなわちの時の沸点を、SBP、標準沸点という。日本語で、標準沸点というときには、NBP を指して言うことが多いが、 SBP を指して言うこともある。NBP と SBP の差は小さい。例えば水の NBP は摂氏99.97度で、SBP は摂氏99.61度である。液体が気体に変化する現象を一般に気化という。沸騰と蒸発はどちらも気化の一種である。液体の表面から気化が起こる現象を蒸発という。 それに対して液体の表面からだけでなく液体の内部からも気化が起こる現象を沸騰という液体の内部で気化が起こると気化した蒸気が液体の内部に気泡を生じる蒸発では気泡は生じないよって液体が沸騰しているのかそれとも蒸発しているだけなのかは気泡の発生の有無で見分けることができる液体から気泡が絶え間なく 湧き上がるように発生するなら、その液体は沸騰している。沸騰している液体の温度は、その液体の沸点にほぼ等しい。一定の外圧の下では純物質の沸点は、物質固有の値であるので、純物質が一定の外圧の下で穏やかに、沸騰している間は、その液体の温度は一定に保たれる。沸騰は、沸点より低い温度では決して起こらない。 それに対して蒸発は沸点より低い温度でも起こる。水に濡れた食器や衣服が摂氏100度よりも低い温度で乾くのは水が沸騰するからではなく水が蒸発するからである。蒸発は沸点より低い温度でも起こるので沸点を液体が蒸発して気体に変化する時の温度と解釈するのは誤りである。沸点を液体が沸騰して気体に変化する時の温度と 解釈するのは正しい。これは、有点を固体が溶解して液体に変化する時の温度と解釈するのが誤りであるのと似ている。有点は固体が融解して液体に変化する時の温度と解釈するのが正しい。沸点は、しばしば液体が沸騰し始める時の温度と説明される。しかし、一定の外圧のもとで液体を加熱していく時、 沸点を超えても沸騰が始まらずにそのまま液体の温度が上昇し続けるとがある。この現象を加熱という。加熱された液体を加熱液体という。加熱液体の見た目は、沸点以下の通常の液体と同じで見分けがつかないが、加熱液体をさらに加熱し続けると液体が突然吹きがる。この現象を突沸突沸という。突沸の後は、 沸点まで液体の温度が下がる。加熱液体の突沸は加熱を止めた後でも起こりうる。例えば、加熱液体に振動を与えたり、温度計を差し込んだり、沸騰石やその他の異物を投入したりすると突沸を起こしやすい。この場合でも、突沸直後の液体の温度は沸点まで下がる。突沸により液体の温度が下がるのは非加熱のためである。加熱が起こるのは、 液体の表面張力のためである。一般に液体中の気泡内部の圧力は気泡を包む液体の表面張力のため外圧よりも高くなる。この圧力差は表面張力に比例し気泡の半径に反比例する。それゆえ沸点ではとなるのでもし気泡内部に蒸気しか含まれないとしたら蒸気の圧力だけでは気泡を支えることができないため 小さな気泡は、潰れてしまう。液体中で蒸気の気泡を発生させるには、気泡内部に蒸気以外の気体が多少なりとも含まれているか、あるいは気泡を包む、周りの液体が多少なりとも加熱されていなければ、ならない。加熱を防ぎ、沸点で液体を沸騰させるためには、あらかじめ液体に沸騰石を入れておいてから、加熱するとよい。あるいは、 核反子などで液体を核反しながら加熱しても良い。沸騰石や核反子の役割は気泡の核を作ることである。ひとたび気泡の核が生成すると気泡内の蒸気の分圧が飽和蒸気圧になるまで液体が気泡内に気化し目に見える大きさにまで気泡が成長する。液体が外部から得た熱のすべてが気泡の成長に必要な気化熱として使われるなら液体の温度は 上がることも下がることもない。すなわち、液体から気泡が絶え間なく、湧き上がるように発生している間は、その液体の温度は沸点にほぼ等しい。温度一定の条件下で、液体とその蒸気が、気液平行にある時の蒸気の分圧を、その温度における、飽和蒸気圧という。飽和蒸気圧を、温度の関数として表した曲線を、蒸気圧曲線という。 蒸気圧曲線のグラフから、ある外圧の下での沸点を読み取ることができる。例えば、外圧が70キロパスカル、700ヘクトパスカルの時の水の沸点が知りたいなら、グラフの圧力70キロパスカルに水平線を引き、この直線が、水の蒸気圧曲線にぶつかるところで水線を引くと、温度が、摂氏90度と読み取れる。よって、外圧が70キロパスカルの時の水の沸点は、 摂氏90度である。純物質の液体であれば温度が高くなると、飽和蒸気圧も高くなるので、温度を横軸とした時の蒸気圧曲線は、右上がりの曲線となる。そのため、外圧が高くなると沸点は上がり、低くなると沸点は下がる。例えば、調理用の圧力鍋を使うと外圧を2気圧程度に、できる。この時、 鍋に入れた水の沸点は摂氏120度程度まで上昇する。また、高地などの気圧が低いところでは、水が摂氏100度より低い温度で沸騰することが知られている。標高が1000メートル高くなるにつれて気圧は約100ヘクトパスカル加工するので、標高3000メートルの山の上での沸点は摂氏90度となることが、水の蒸気圧曲線からわかる。温度が高くなるほど、 飽和蒸気圧が高くなると言っても、温度上昇とともに、蒸気圧曲線が再現なく伸びていくわけではない。純物質の蒸気圧曲線には、終わりの点がある。この点を臨界点という。つまり、飽和蒸気圧には、上限がある。この上限の圧力を臨界圧力と言い、飽和蒸気圧が臨界圧力に達した時の温度を臨界温度という。 臨界圧力より高い外圧に対しては、沸点は存在しない。よって、臨界圧力より高い圧力の下では、液体は決して沸騰しない。臨界圧力より高い圧力の下で液体を加熱し続けると、相転移することなく、超臨界流体と呼ばれる状態になる。液体に不揮発性の物質が溶けているとき、この溶液の飽和蒸気圧は、一般に、 元の純粋な液体の飽和蒸気圧よりも低くなる。この現象を蒸気圧効果という。これに伴って圧力を縦軸とした時の溶液の蒸気圧曲線は元の蒸気圧曲線から下にずれる。そのため外圧が同じであればこの溶液の沸点は一般に元の純粋な液体の沸点よりも高くなる。この現象を沸点上昇という。 例えば食塩水や諸糖水溶液の沸点は食塩や諸糖が不揮発性なので純粋な水の沸点よりも高くなる。それに対して液体に揮発性の物質や気体が溶けている時の溶液の沸点は元の液体の沸点より低くなることもあれば高くなることもある。例えば水にアンモニアを溶かしたアンモニア水の沸点は水よりも低く水に塩化水素を溶かした。 紀塩酸の沸点は水より高い。純物質の沸騰と同じ理由により、一定の外圧の下で沸騰している時の溶液の温度は溶液の沸点とほぼ等しい。ただし純物質の時とは違って、大抵の場合は沸騰し続けるうちに溶液の温度が少なずつ上昇していく。これは沸騰により液体の組成が変化していくからである。 溶媒と溶質が同じでも濃度が違えば溶液の沸点は違うので沸騰により溶液の濃度が変化すると沸点も変化しその結果として溶液の温度も変化する。例えば NACL の質量濃度が 14WT% の NACL 水溶液を1気圧の外圧の下で加熱していくと摂氏103度で沸騰が始まる。 この温度が 14WT% 食塩水の1、気圧における沸点である。沸騰により、溶液から水が水蒸気として逃げていくのに対して、食塩は不揮発性だから溶液中にとどまる。そのため、水の量が気化して減るにつれて塩分濃度が高くなる。沸点は濃い食塩水ほど高くなるから、従って、 沸騰し続けると食塩水の温度は摂氏103度から少しずつ上昇する。食塩水の量が、はじめの量の半分くらいになると飽和食塩水になり、水に溶けきれなくなった食塩が固体として、積出してくる。この時の温度は、摂氏109度で、これが、飽和食塩水の一気圧における沸点である。固体が積出し始めた後は、気化する水の量と同じ割合で食塩が、 溶液から積出する。そのため、塩分濃度はそれ以上変わらず、よって、沸点も変わらないので、沸騰中の溶液の温度は一定に保たれるようになる。溶液の濃度が変化した時に、溶液の沸点がどのように変化するかを表した図を沸点図という。沸点図は合図の一種であり、通常は沸点を表す曲線とともに、露点。 混合気体が凝縮し始める時の度を表す曲線が描かれている。例として、水とアンモニアの混合物の沸点図を示す。この図で、横軸は、アンモニアの質量パーセント濃度であり、グラフの左端、0WT% は純粋な水、右端、100WT% は純粋なアンモニアである。赤い実線は沸点を表し、黒い破線は露点を表す。 あるいは赤い実線が沸騰の始まる温度を表し、黒い破線が沸騰の終わる温度を表すと考えても、良い。このグラフから、例えば 25WT% のアンモニア水の1、気圧における沸点が、摂氏37度であり、アンモニアガスと、水蒸気の質量比が25,75の混合気体の、露点が、摂氏91度であることが読み取れる。食塩水の場合とは異なり、 アンモニア水は、沸騰が始まってから終わるまで液温が一定になることなく、常に上がり続ける。25WT% のアンモニア水を1気圧の外圧の下で加熱すると、摂氏37度で沸騰が始まり、液体が少なくなるにつれて液温が上昇し、最後の一滴が気化する直前の液温は、理論上は、摂氏91度になる。また、沸点が、 摂取91度になる濃度を沸点図から読み取るとに、内視 3WT% であり、この最後の一滴の質量パーセント濃度が2から 3WT% であることもわかる。塩酸の沸点図は、アンモニア水の沸点図と比べると少し複雑である。沸点を表す曲線が低濃度側で大きく持ち上がり、20WT% で露点を表す曲線に接している。 また、露点を表す曲線も少し持ち上がっていて、沸点と露点が一致する濃度において、沸点も露点も極大値となっている。溶液の沸点と露点が一致するということは、沸騰が始まってから終わるまで、溶液の蘇生と温度が、どちらも一定に保たれるということを意味する。一般に、沸騰する際の混合物の蘇生が液層と気層で、同じになる現象を共沸という。 強沸する溶液を強沸混合物という。水と塩化水素の混合物である塩酸では、一気圧の下では、塩化水素の濃度が 20.22WT% の時強沸混合物となり、摂氏108.6度で沸騰する。この温度は一気圧の水から塩化水素系の沸点の極大値であり、純水の沸点よりも高い。他の強沸化合物の例としては、 水とエタノールの混合物がよく知られている。1気圧の水エタノール系では、エタノールの質量パーセント濃度が96.0、WT% の時沸点が極小となって、強沸する。この時の沸点は、純エタノールの沸点よりも、わずかに低く、摂氏78.15度である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。